ルーキウス・ベンジャミン・アップリングは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州、ハイポイント出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。ニックネームは、オールド・エイクス・ペインズ。いつもチームメイトに、あそこが痛い、ここが痛いと不満を漏らしたことからついたあだ名である。アップリングは、オグルソープ大学を2年で中退し、サザンリーグのアトランタ球団に入団した。打撃は、いいもののエラーが多かったことで、 当初関心があったシカゴカブスは契約を見送り結局1930年にシカゴホワイトソックスに昇格しメジャーデビューを果たすがデビュー2年間は82試合で失策46個と守備のまずさは相変わらずだった打撃面では高い出塁率から一番を打つことが多く4年目の1933年に初めて3割を超えた後は 9年連続で3割以上の打率を残すまでになった。1936年には打率。388で初めての首位打者を獲得し、オールスターゲームにも初出場する。1950年までの現役生活の間、3割以上の打率を残したシーズンは14シーズンにも及ぶ。また守備面では、ホワイトソックス在籍中の21年間で、 遊撃手としての視察数、補殺数、閉殺数などのリーグ記録を持っていた。1950年に現役を引退、21年間在籍したホワイトソックスでは、ついに一度もポストシーズンに進むことはなかった。1950年の現役引退後、アップリングはいくつかのマイナーリーグ球団の監督を歴任し、メンフィスやインディアナポリスでは球団を優勝に導いている。 1952年には、マイナーリーグの年間最優秀監督に指名された。1960年から1970年代は、カンザスシティアスレチックスや、クリーブランドインディアンス、デトロイトタイガース、ボルチモアオリオールズにてコーチを歴任。このうちアスレチックスでは1967年に、シーズン途中から終了まで、監督を40試合務めている。アップリングの背番号、4。 シカゴホワイトソックスの永久決番に1975年指定。1964年記者投票によりアメリカ野球伝道入り選手に選出された。1975年にフルサホワイトソックスはアップリングの背番号4をホワイトソックス発の永久決番に指定している。1982年7月19日、アップリングはオールスター期間中に開催された。 オールドタイマーズゲームに75歳で出場し、ウォーレン・スパーンからホームランを放っている。また、晩年期はアトランタブレーブスでもスプリングトレーニング時の特別アドバイザーとして活動していた。1991年に腹部大動脈流のため、ジョージア州カミング市の病院で死去。あんだ方向は右の流し方向に集中しており、打てる球が来るまで右方向へ、 ファウルボールを打ちながら、打席で粘るのが、アップリングの特徴だった。MLB では、ファウルボールを観客にプレゼントするサービスが実施されていたので、チームの従業員があまりファウルするなよと嫌味を言ったが、それからしばらくして1打席で23球のファウルを打ったという。伊藤和夫は同じく流し打ちが得意で、ファウルも多かった千葉シュゲルを和製アップリングと呼ぶべきじゃないかと述べている。 1940年には24球のファウルを打ち、死球で出塁したこともあった。ありがとうございます。